日本神話の神、知人五代の三代目、日向三代の初代、アマテラス大臣の子であるアメノオシホミミノ村と、高見結び村の娘である、高畑知事姫命の子、高村、爪美馬、天尊、アメ美馬とも称される、高見結び村の意により吉原中国の主としてあもった、古事記では、アマテラス大美華の神直、日向の高千歩方,方から、 あずたながやかささのきに至る。大山津美神の娘のカア姫、カア姫、またの名をこの花桜姫、この花の桜姫との間に、このすそりの命、ひこほほでみそんらを得る。久しくして宝魚。河合の三両に葬られた。一般には、ににぎのソやににぎのソン、にニギノミコと書かれる。雨に義しくにニニ天に義しコクニギは、 天にも地にも神話的であるのい、天津彦、天津日高は神を称える美少であり、高間が原と関わる神であることを示す。彦、彦は日人である天テラス大御家の着流の男子であることを示す。このににぎわいなほがにぎにぎしく成熟することのい、ににぎはにぎにぎしいのいで、にぎやかと同語源である。資料は、突起のない限り、日本書紀本文による。 ニニギノソンは、アマテラス大臣の子であるアメノオシホミミノソンと、高見結びソンの娘である、タクハタチジ姫命との間に、天で生まれた。高見結びソンはこの孫を特に可愛がり吉原、中国の主にしたいと考えた。そこで天のノ日の命やアメワカヒコが派遣され、京津主身とタケミカズ知人によって、吉原中国は平定された、吉原中国平定を参照。 高見結び村は、マトコツイフスマ、マトコオフスマで高村、スミミマを追い降臨させた。これを天村降臨と呼ぶ。高村は、天板座から、天屋へ雲を押し分けて神聖な道を進み、日向のその、高専ミノルポにあもった。良い国を探し求めて我れたの長屋のかささの岬に、至ると、こと、かつ国かつ長教、ことかつにかつ長さと名乗る者が現れた。 国はあるかと尋ねてみると、ここにあります。思いのままにしてくださいと返されたのでそのまま止まる、ことにした。その国に一人の美人がいた。お前は、誰の子かと尋ねると、天神が、大山住神をめとって産んだ子ですと答えた。なお、カ室姫、カ室姫、またのなお、この花咲くや姫という。彼女を気に入った高尊は一夜を共にした。すると、姫は身ごもった。 しかし、高村は、天神でも一よで払ませることはできない。それは、私の子ではないと暴言を吐いた。怒ったカ室姫は、出口のない小屋にこもった上で、私の子が天孫、雨、メ、ミマの子でなければ傷つかない、そうでなければ焼け死ぬ。と、制約、受けをし小屋に火をつけさせた。三人の子供が無事に生まれてきたので天孫の子である、ことが証明された。 兄のほのすそりの命は成長して、海幸彦に、弟の彦ほほで未存は、山幸彦となった。しばらくして、ににぎの村は放御し、河合の三両、江の山の三笹に葬られた。一生や、古時期でも大筋は同じだが細部が異なる。古時期では、高見結び村ではなく甘照らす大御家の命令を受けた、竹三か土の人とアトリセン神が大国主から、国譲りを受けて、 吉原中国の統治権を確保する。その後に、アマテラスの命により、二日命は吉原、中国を統治するため高間ヶ原から地上に降りたという。降臨の地については、軸紫の日向の高千穂の久を振りうき、口振るだけにやもりまさしきと記述している。国を探し求めることはなく、高千穂に大きな宮殿を建てる。一書や、 古事記では降臨の際に随伴した神々が記載されている。こと、かつ国かつ調教の代わりに、猿田彦が現れ道案内をする。降臨後にも、この花の咲夜姫と共に嫁いできた姉の岩永姫を追い返したために神としての永遠の命を失ったという逸話があ家中出産についても生まれてくる子供たちの内訳が、日本書基本文、一書、古事記館でそれぞれ異なる。 日本書紀に宮の記載はないが、安田長屋かささの岬に泊まったとあるのでここに宮があったと考えられる。古事記では高千穂に大きな宮を作ったと記載されている。三笹は宮内庁により、鹿児島県薩摩仙台市区内庁にある河合山業江の山の三笹に事情されている。演技式書料料の項では、日向国にあると書かれ、また、田村寮。 門徳天皇陵の近くに東西一朝、南北一朝の地を隠して、神代三陵を祀るための町域とするとある。古代の日向国は、現在の宮崎県、京儀の日向国と鹿児島県、薩摩国、大隅国を含む広域にわたっていたので、埋葬伝承地は南九州各地にあった。明治政府はその中から旧薩摩藩の学者の意見を参考にして、明治七年に、 鹿児島県薩摩仙台市の新田神社が河合見捧げであると自乗した。他の日向三代の神漁も鹿児島県内に自乗している。その後、宮内省の調査により、明治二十九年、宮崎県東臼杵郡北川町の江野岳山麓の古墳を河合三漁伝承地、宮崎県西都市西都県古墳群にある男、狭子塚を河合三漁参考地と定めた。 男狭母塚は、九州最大の古墳である。高千穂神社、宮崎県西臼杵郡高千穂町、霧島新神社、宮崎県小林市、霧島神宮、鹿児島県霧島市新田神社、鹿児島県薩摩仙台市、築戸神社、東京都千代田区、伊水神社、富山県高岡市、神内神社、三重県南室郡紀宝町、日立国宗舎宮、 茨城県石岡市、国見神社、奈良県御所市、鈴の森神社などに祀られている。また、三重県鈴鹿市の椿大神社の境内に高村が、天孫降臨の際に使用した御船が降り立ったという伝承地、御船岩倉が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。